どうもこんにちは、経験チャンネルです。今回はですね、ちょっとプチ動画になります。僕今日ですね、日曜日ね、11月の28か、今日ですね、うちの嫁さんと、スマホの機種変更してきました。で、ドコモ行ってきました。まあ、要はね、僕今まで au だったのが、MNP でドコモに移りましたね。結局格安SIM じゃなくて、結局2人してドコモに移りましたけど、まあいろいろ買ってきたものはまた、後ほど紹介するとして、今僕ですね、嫁さんの奥さんね、うちの奥さん、これ今まで iPhone7 の、白色っていうか、ローズゴールドっていうかな、で、使ってきました。で、新しいのが、こっち iPhone8 です、はい。何も変わり映えしませんけど、でもね、やっぱり iPhone8 いいね、ちっちゃいしね、このホームボタンついてるし。はい、で、要はね、データ移行ですね。au から、ドコモに行くのにあたって、データ移行、これご自身でしてくださいって言われましたんで、これどうすればいいのかなと思ったら、そのドコモ行った時に、ちょうどね、こんなの当たりました。はい。モバイルアスキーって書いてあるけど、簡単スマホデータ移行バックアップ。ね、これ、なんか無料50にお取りくださいって言うんで、ドコモさんからね、ドコモショップでこんなのいただきまして、で、まあ、ここ見ますよ。どのデータ移行方法が最適とかね、連絡先や写真は移行できる、お財布携帯の残高は移行できる、 LINE のトーク履歴移行できる、壊れたスマホからデータを取り出す方法はとか、まあいろいろ書いてあるんですけど、まあ要はね、まあ古いスマホから新しいスマホへ、まあ、データ移行ですね。で、例えば iCloud とか、iTunes とかだと、まあ、要は iPhone 同士だとね、簡単に移行できるんですけど、そうじゃない場合もあるじゃないですか。iPhone、ね、iPhone から iPhone じゃない場合もあるじゃないですか。そういう時のために何使うかって言ったら、見てたら、まあ、いろいろあるんですけど、よいしょ。いろいろあるんだけどね。いいのありますか？それがですね、ここ、はい、ドコモデータコピーアプリで直接データ移行する準備っていうのがあって、要はね、これ、ドコモデータコピーアプリっていうのがあるんで、これをダウンロードして、で、まあ、いろいろ手順は書いてあるんですけど、まあ、要はね、両方に、そのアプリをダウンロードして、でそれで今ちょっとやってる最中なんだけどね、電話帳、画像、動画、これ元々の iPhone7、 こっち電話帳、画像、動画で iPhone8 の方に、という風にね、これ今同じ、まあ見た目に似たような感じですけど、古いのと新しいので、まあ、別々のスマホに同じアプリを入れて、で、まあ、要はこれ、なんだろう。アプリで、この2つがつながって、で、今、電話帳はもうコピーし終わりましたけど、画像と動画も、コピーできるっていうね、うちの嫁さん、それもコピーしてっていうふうに言われたんで、今、すごい時間かかってますけど、そういうふうな感じで、今、やっております。はい、詳しくはね、この冊子見れば、いろいろ書いてあるんだけど、これ、一つ一つ、説明すればいいのかな。意外とね、これ見なくても簡単にできるんで、一応ドコモデータコピーっていうこういうコピーツールがあるっていうことだけ、シェアして、今回の動画を終わりたいと思います。この動画が参考になりましたら、よろしかったらチャンネル登録をお願いします。はい、ということで、イケケンでした。はい、で僕イケケンはドコモに行って何を買ったんでしょう。はい、また別の動画でお伝えします。はい、ではでは。